速達で届きました YouTube から。ノットオンリーのコーチ連鎖関係ダメージ。ほうでは始まりました、もてつチャンネル。さあ、やってきました、届きましたよ、銀の盾。長かった。いやー、なかなか届かなかったですね。ほんとね、エクスペダイレッドって書いてますね。 UPS と速達で届きました YouTube から。ペッドが足、エクス外、外に足を出すということですね。エクスペディションとかね、遠征とかありますね。はい、ペダルとかも足ですよね。すいませんでした。私10万人超えたのがですね、2020年の6月です。そこから1年3ヶ月経っておりますので。そうですね。で、申請した時にですね、ダメですって言って審査通んなかったんですよ。なんでって言ったら、サブチャンネルの当時のオープニングエンディングの曲が著作権違反だったっていうね。そういう理由だったんですけども、ちゃんとねシェアされてたんですけどね、著作権保持者にお金が行くような風になってたんですけど、まあお金が全然入らないようなね、当時はものだったから却下されていたのかもしれませんが、まあそれが理由で、おそらくですね、はっきりとは言ってないですけど、関連するチャンネルに違反があるのでっていう理由で来なかったんですよ。そこから、いやー、 YouTube のねオフィシャルのマネージャーついたんで言いました、くれと、盾をくれと。そしたらもらいました。さあ、ここで問題です。盾って、なんて言うでしょう？シールド？違います。答えはね、ここにも書いてあるんですよ。ここにね、メタルプラックって書いてあるんですよ。プラックって言います。これ、トイック出たことあります。なんだっけ、ホテルかなんかの建物の玄関口みたいなところに飾るっていうので出たことがありますね。開けてみたいと思います。銀の盾、シルバープラックを開けてみましょう。やっと来たよ、本当に。内側も止められてた。よし、はあ、取れました。時間かかった。では開けます。ストップ。あ、来た。 Some 100,000 subscribers。 Some ぐらいってことね。 Just how far have you come? どんだけ来たの。 If each of your subscribers were light year, they could take you from one side of the Milky Way to the other。サブスクライバーズが光年でね、1光年だったらあなたはミルキーウェイの片っぽ側からもう片側まで行けちゃうよ。ミルキーウェイがどれぐらいの長さなんですか。10万光年ですか。 That's far、 そんだけ遠くまでって、例えがすごいな。 And that's why today we're so excited to celebrate your special YouTube journey with you。 YouTube の旅、比喩ですね、メタフォー。 YouTube の旅、このスペシャルの旅を祝う。Not only have you brought a unique voice and style to the world, not only のトーチ、You've also created valuable connections and built a community along the way. その声とかスタイルっていうのを世界に見せただけじゃなくて、also created a、 これね、not only のやつってこうバッと入れなきゃいけないんじゃないのと思ってる人いるんですけど、この not only のトーチってね、後ろバッとなしでね、使うこと非常に多いんですよ。聞いてない？And that spirit, YouTube is proud to present you with the Silver Creator Award. Present人ウィズもの Award です。アワードじゃないんですよ。Which celebrates your hard work and incredible achievement. ありがとうございます。一生懸命やって、そしてこの素晴らしいアチーブメント達成を。Congratulations on this amazing milestone. Congratulations ですね。S 必要です。この恩が問われることもあります。Milestone ですね。1マイルごとに石を置いていくっていうのから来てる、この重要なね、この目印的なやつね、重要な印のとこに来てるんですよ。 Just one of many that we hope will follow in the future。 あら、いいこと言うじゃない、まあ、たくさんあるマイルスのうちの1個って言ってね。で、we hope will ね、はい、連鎖関係だれし、we hope がね、間に挟まってて、で、これがまた続いていくと、このマイルストーンがね。 After allThere are countless others out there who have yet to discover your passion and dedication. After all, ね、これ語訳が非常に多いやつですね。なんとかなのだからってやつですよ。After、 結局って意味じゃないですからね、文頭ですから、これは。はい、countless ね、数えられないぐらい多い、ね。たくさんいると out there。で、who、はい、要素の分離ですね。who が others にかかってます。Have yet to do、 めちゃめちゃ重要ですね。これもね、入試難関で問われます。まだ、あなたのこの情熱と、この剣心に一生懸命やってるってことを知らない人たちがまだまだたくさん世の中にはいるんだ。その通りです。発見してください。Whether they come to your channel to learn something new、 新しいものを学びに来たりとか、 or just for a laugh、 笑いに来たり、
それだけでも、はい、ウェザー説ですね。はい、ウェザー、ベイバービー。A whole new audience is waiting for you to inspire them. Wait for 人 to do. あなたがその人たちをインスパイアするの待ってると。Just as your growing community continues to inspire you. Just as, なんとかと同じように。あなたのこのコミュニティがあなたをインスパイアするように。We can't wait to see what you do next. And we'll be with you every step of the way. Yours sincerely. そして、スーズン、ああ、CEO YouTube ですね。ウォジュシッキー、忘れちゃったこの人、なんて読んでしたっけ。ごめんなさい。ね、昔、歴史専攻の人だったんでね、この人ね。ね、can't wait、ね、待ってないよ。wait、後ろのトゥーステージ取ること多いですね。ね、次にあなたがすること、この道の一歩一歩、一緒にいるよと。Your sincerely と使いますね、この最後の経緯です。という形で、YouTube、お褒めの言葉をいただきまして、はい、しました。銀の盾でございます。来ました。お、見えるかな？という形で。Presented to Moritetto English Channel for passing 100,000 subscribers. やったー！取ったなー！じゃあ、今から破壊していきたいと思います。そうそうそう。あ、これ後ろかけられるようになってるんですね。まあ、どこに飾ろうかな。スーパードライって書いてある。はい、ありがとうございました。皆様の応援のおかげでございます。どこかに展示したいよね。まあ今コロナ禍だから無理だけど、いずれユーテラのとことかに置こうかな。誰かが見えるようにとかね、したいから。ちょっと考えますね、どこに置くかは。いや、そんなまあなくてもいいかって思ってたけど、あったらあったで。嬉しいもんですね。まあ、やっぱ教育系っていうのはね、非常に伸びづらいっていうのもよく分かってたんで、大変なものです、これ。ゲットするのは。まあ、ハイチさん100万人で、金色持ってますからね。で、たくみさんがいて、パスラボ、鈴木貫太郎さんとかが持ってるのかな。バラエティに比べたら圧倒的に少ないもんね、教育系で持ってる人たち。まあ、英語系のね、人たちは結構いると思うんですけど、アーチさん、大二郎さんとかもね、取りましたし、受験とかね、はやっぱ取りづらいよね、これをゲットするのは。あ、まあ、たどよびでそっか、取ったか。あれは、私が取ったんです、とか言ってね。まあ、なかなか少ないよね。まあ、もうすぐ武田塾チャンネルはゲットするでしょうし、まあ、キャストダイズももうすぐですね。こんな感じでね、まあ、教育系 YouTube をね、もうちょっと盛り上げていければいいんじゃないかなと思いますね。本当に応援してくださった皆様のおかげです。そうね、最初は本当始めた時はなかなかやっぱり伸びなくて大変だなって思ったよね。今はまあ、新しく参入して、昔より伸ばしやすいとは思いますけど、見てる人の数が全然違うんで、僕は2019年の1月に始めた時に比べて、まあ2018年の12月26日に、東進の東大特進でコマ増やせませんって言われた、その次の日にやりますって宣言出して、で、1月1日に始めて、本格参入して、あの頃、予備校講師なんかほぼいなかったですけど、YouTube 上、まあいろんな人がいるよね、今はね。ほんと苦労して、なかなか増えない、なかなか増えないって1万人いってよかった。ってなって、年末か12月くらいに2万人行ったんだよね。まあ受験系2月3月ね強いんで、まあいろんな大学の問題解いたりして、どこどこどこ2万3万とか言って、で投資やめます、ただ呼び始めましたみたいなんで、ドドドって言って4月8万5月9万6月10万みたいな形で1万人ずつぐらい伸びてったんだよね、昔は。まあその後ね、いろいろ延長したりとかしてやってきましたが、まあなんとかここまで来れました。本当に皆様のおかげでございます。こっからはもちろん YouTube は頑張っていくんですが、いろいろ仕掛けの方をしていきますね。どうしてもやっぱり年度始めが日本は4月っていうのがあるので、まあ、いろんなものを見せていくのはちょっとまだまだ後になっちゃうかなっていうのはあるんですけど、期待してください。え、金の盾目指さないんですかって。まあ、日本でこの受験生たち向けとか、TOEIC受験者向けのコンテンツを出してるうちは目指しません。僕は100を目指す場合は、やっぱ日本だけじゃないコンテンツを出し始める時ですね。教育は伸びづらい。それ間違いないんで、金を目指す時はアメリカに移住した時ですね。なんで、まあ、その時まで待っててください。あとはやっぱりユーテラですね。ちょっと皆様ユーテラぜひ見てください。ユーテラでこの銀の盾取りたいと思ってますんで、僕だけの力ではありませんので、やっぱりコラボしてくれた皆様のおかげだと思ってますので、ありがとうございました。やっぱりちょっと、まあコラボチャンネルって言われてたんですけど、まあコロナ禍でやっぱりコラボがね、できなくなってしまったものが山ほどあったんで、ね、収まったら、ドドドドドッと、いろんな方とやっていきたいと思いますので、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching!